はい、どうもこんにちは、染島です。今回はですね、小説のレビューをさせていただきます。こちら表紙、出てますけれども、異世界再建計画という本を紹介したいと思います。概要をですね、説明していきますと、こちらの小説、著者が南野幸香さんという方で、イラストがですね、コタカンさんという方が描かれた、イラスト、表紙になりますけれども、こちらのイラストがですね、非常に綺麗ですね。本当にね、どちらかというと小説とかよりかはマジック・ザ・ギャザリングとかシャドーバースとかで使われそうな、そんな壮大なスケールを感じさせるイラストなんですけれども、こちらですね、レジェンドノベルスというところから出てるんですけれども、その編集部の方でもかなり話題になったイラストだそうで、で実はこの著者の南野さんとはオンラインの方で面識がありまして、南野さん本人から聞いた話ですと、かなりやっぱり編集部でも最初この絵が届いた時は気合の入り方というところで非常に騒然となったと、なんでこんなすごい絵が来たんだっていうことで非常にびっくりしたそうです。この表紙でもね、すごい引き込まれるような作品なんですけれども、こちらですね、発売されたのが2019年の3月ということで、この後ですね、2巻も発売されて、現在期間が2巻ということで出ております。ジャンルとしてはですね、今ではね、定番ジャンルの異世界転移ファンタジーということで、主人公がですね、リアルの世界では地方公務員をやっているエイジという、この表紙ではあのスーツ着ている人間の男性のキャラクター、こちらが主人公です。地方公務員なんで、あのチート能力みたいなものは一切ございません。生活雑学とかコミュ力とかそういったものを駆使して仲間を集めて、活躍していくっていう、そういうタイプですね。結構こういう異世界転移ファンタジーでありがちなチート能力を持ってて、でその能力をもうフル活用して大活躍するみたいな、そういう話とは、ちょっと違うお話になりますんで、逆にそういう話にちょっと飽きてきたなって人にはね、ぜひおすすめしていきたいなと思いますので、これからですね、この作品どこが面白いのかっていうのを深く掘り下げて解説していこうかなというふうに思います。ではまず一つ目なんですけれども、まず軽妙な文体、これがね、魅力の一つだなというふうに思います。で以前ですね、キャラクターについての投稿ということで、お話、私 YouTube の方でお話ししたと思うんですけれども、そのキャラクターを作る上で大事な要素ということで、生と動、それからボケとツッコミっていう4つの要素、これが大事なんだよっていう話は以前したと思います。でもしこの話、まだ聞いてないよっていう人は、下にあの概要欄にですね、リンク貼っとこうと思います。そちらからね、飛んでもらえればなというふうに思います。この南野さんの場合なんですけれども、特にこの4つの要素の中でもボケとツッコミっていうのを非常に重要視してるんですね。で南野さんが言うには、これも本人から聞いた話なんですけども、まずキャラクターをボケとツッコミに対別していくと、そっからそのキャラ作りっていうのを広げていくという風な作り方をしているということで、非常にですね、やっぱりそういう風な作り方をするとキャラの個性すごい強くなるんですね。もうキャラクターだけで面白さを出していけると。でさらにボケとツッコミってやっぱりこう漫才じゃないですか、っていうことは会話のテンポっていうのもすごく良くなるんですよね。なので日常のシーンっていうのがもうキャラクターの面白さと会話の面白さ両方あってすごい面白くなるんです。で日常のシーンが面白いっていうことはですよ、バトルシーンとかが少なくても見せ場っていうのを日常のシーンの中で作っていけるわけなんですよね。でバトルシーンっていうのはやっぱりどんなに多くても導入にはすごい限界があるじゃないですか。そんなに何回も何回もその一つの物語の中でバトルシーンっていうのは出せないので、やっぱりバトルシーンで盛り上げようとするだけだったらどうしても限界があると。でそんな中、日常が面白い作品っていうのはそのバトルシーン以外でも面白くできるわけで、やっぱりそういうところはね、すごいね、物語として強いなというふうに思います。さらになんですけれども、南野さんの、作品の場合は字の文も非常に軽妙なんです。テンポがいい、会話文と文体の差っていうのが少ないんですよ。感覚的には、漫才的な要素もありつつも落語としての要素っていうのもすごい入ってるのかなっていうふうに感じます。すごい喋り言葉のように世界観も伝えてくれるから、世界観の描写そういうのもスルスル入ってくるんですよね。なので世界のイメージっていうのは非常にやりやすい、なので世界観に入り込みやすくて、もうすごいこう面白さっていうのを登場人物と共感できるというか、そういったところも面白さの一つなのかなというふうに思います。そしてですね、二つ目の魅力として、相手は見えない敵というところがまたこの作品の面白いところなのかなと思います。サブタイトル、ここね注目してほしいんですけれども、サブタイトルに転生勇者の後始末と
という風になってます。なのでこれどういう話かっていうと、勇者が世界を平和にした後の話なんです。なのでもうラスボス的な、いわゆるこうテンプレ的なラスボス、こうものすごい悪い格好した魔王みたいな、そういったキャラっていうのは実はこの話の中で出てこないんです。そういう絶対的なラスボスっていうのが存在しないんですね。じゃあ主人公エイジたちのその敵って何かっていうと、実はこれ流行り病なんですね。勇者が平和にした後の世界なんですけれども、その後でなんかよくわからない、今まで人々がかかったことないような病気っていうのが流行りだしたんですよね。でじゃあこの流行り病何なのかっていうのをこう原因を突き止めていくことになるんですけれども、これが実は食生活の急激な変化にあったんです。じゃあなんでこの食生活の急激な変化があったかっていうと、この変化の原因っていうのがこの転生した勇者が持ち込んだ食文化だったんです。だからこの勇者が来たことで魔王っていう悪は倒したけれども、また違う問題を持ち込んでしまったっていう、そういう話なんですよね。だからここのサブタイトルにつながってくるわけなんですけれども、だからまあつまりですね、このエイジたちの敵っていうのは戦って倒す敵じゃないんです。まあ先ほどもちょっと触れましたけれども、バトルシーンとかっていうのは他の異世界ものの話と比べると多分平均と比べて少ないと思います。じゃあそんなバトルがなくて面白いんですかっていう話になるんですけど、これがまた面白いんですね。でこれもまたね、さっきの話に戻るんですけれども、その南野さんの持ち味である軽妙な文体というのが生きてくるんですよ。さっきも話しましたけれども、この日常を楽しませることにすごい長けた文体なので、この話っていうのをバトルシーンの本当に少ない話っていうのをめちゃめちゃ盛り上げることができるんですよね。だからこの話っていうのは多分波のサッカーと限らないと思います。やっぱりその南野さんのエンタメ的な能力の高い文章力、それがなせる技なんじゃないかなというふうに思います。最後に伝えたい魅力なんですけれども、この一巻のラストですね、これが非常に衝撃的なんですよね。表紙また見てもらいたいんですけれども、この主人公エイジには一匹の相棒がいますと。でこの相棒っていうのがこの表紙に書かれているこのドラゴンですね。でこのドラゴンが相棒としてずっとエイジに付き従ってくるんですけども、このドラゴンがティアマトというふうにエイジによって名付けられます。で相性はティアっていうふうに付けられてるんですけれども、このティアとエイジの2人のコンビがですね、まあ、ティアの方がボケでエイジの方がツッコミで、そんな感じのポジションでですね、ずっとこう物語を進めていくわけなんですけども、もう最初からねすごい息の合う漫才のようなやり取りを展開していて、これがまた面白いんですけれども、じゃあこの最初からなんかやたらとフレンドリーなこのドラゴン、これですね、このティアにはですねある重大な秘密があるんですよね。でこの秘密っていうのが何なのかっていうのが、まあ、非常にこのラストに関わってくるわけなんですね。でこれについて詳しく話してしまうと、これネタバレになってしまって面白さが半減してしまうので、ここを知りたい人ぜひね本編を読んでほしいなというふうに思います。本当はねもうめちゃめちゃ話したいんですけども、これ話すとね本当にねめちゃめちゃ重大なネタバレなんで、ぜひここはね自分の目でね読んで確かめてほしいなというふうに思います。ということでですね、今回ご紹介しました異世界再建計画、興味があればぜひ手に取ってみてください。ということで今回のお話以上になりますが、最後にですね宣伝をさせてください。こちら小説サークル世界文気観測所で私活動しております。あと小説家になろうでですね小説無料で掲載してます。あと概要欄にですね、こちらの URL 全て掲載しておきます。なので、そちらが飛んで見てもらえればなと思います。最後になりますが、当チャンネルの登録、いいねもぜひよろしくお願いします。ということで今回のお話以上です。どうもありがとうございました。